前場所に続けての連続優勝です。いかがですか。すごく嬉しいです。決勝戦は初手後ろからでした。組み立てはどう考えてましたか。やっぱり中段は絶対確保したいのでそういうレースしました。鈴木選手の先行3番手からのまくり、足の余裕ありましたか。少し長かったんで2コーナーではいけなかったんですけど最後は伸びました。それでは今年2勝目を飾って次走は3月23日からの福井です。また1走次走に向けてもう一言お願いします。少しでも車検に貢献できるよう頑張るので応援よろしくお願いします。おめでとうございます。それでは選手の退場です。大きな拍手でお送りください。